ですね、前回の続きになりますね。前回は、これと全く同じキャラで、全く同じポーズで、全く同じ場所で、トゥーンだったんですけど、それを今回はヒトゥーンで撮ってみましたっていうので、まあね、トゥーンとヒトゥーンの両方、同じキャラで設定変えずにいけるよっていうのをね、ちょっとやってみたっていう感じですね。まあ、なんとなくうまい感じにはいってるとは思うんですけど、まあ、やっぱりね、このまつげがね、ちょっと黒い感じになっちゃうんで、これがトゥーンになると、だいぶ、明るくなっちゃうんですよね。なので、明るすぎちゃうと、今度は、またちょっとね、変な風に見えるんで、まあ、ちょっと髪の毛の色とかもね、この辺に合わせて黒くしていった方が、まあひょっとするともうちょっと親和性が高い感じになるのかなっていう気はしますね。はい。まあでもね、まあパッと見はそんな悪くないんでね。まあこれでもいいんじゃないかなっていう気はしますけど、ちょっとこの子じゃなくて違う子で髪の毛の色の濃い子でやったらいいのかな。と思いつつ、まああんまりね、まあ個人的な感想では、トゥーンで色の濃いやつ、濃い髪の毛ってあんま合わないような気がするんだけどな。まあちょっとわかんないですね。ちょっとやってみないと。やったことあるけど、なんかちょっとベタっとするだけであんまり良くなかったような印象ですけど。はい。まあいいや。今日もちょっと、前置きが長いですが、一応前回の続きということなんで、さらっと、メイキングはさらっとやります。で、今回もブラウザの、画像編集ソフトを使ってるんでね。はい。誰でも使えると思いますよ。はい。で、場所は前回と同じで、セントラルシティのエステの前の、この看板のところと。で、カメラは、前回と同じ、なんだこりゃ。前回と同じ、バストアップのね、胸から上ってやつですね。はい、これね。で、カメラはです。カメラじゃない。ライト？そうそう、環境を先に言わなかったけど、ライトも、今これ7時半になってて、まあ大体、キャラの、正面からやや、左側に、太陽光があるっていう感じですかね。なんで、顔の、この右側が、影がちょっと入ってるっていう感じになってますね。で、ライト。ライトは、トゥーンの時は使ってなかったんですけど、全く。カスタムライト一応2灯使ってます。で、このカスタムライトは、どっちもね、この看板の、これ紫色めっちゃ多いじゃないですか。だからそれを、キャラに映り込ませるような感じで、キャラの後ろの左右に置いてあるっていう感じですね。よいしょ。よいしょ。なので、今これがない状態で、つけると、こう。まあ、ちょうどね、この影の、この辺の色がちょっと紫になったりとか、まあもちろんね、この服のところにも紫のハイライトが乗ったりとかっていう感じで、まあ影の部分の色がだいぶ変わってると思います。で、これもね、こっち側もこう鼻のところとか、この辺の頬の部分とかに紫の色が乗ったりとかしてると思うんで、まあそんな感じですね。うん。まあこのね、ヒトゥーンだと本当にこのライトで、こう、自分の、こうしたいなっていうのをね、なんか、やりやすい部分があるんでね。トゥーンだと、そうはいかんすよね。影がね、パキッと入っちゃうんで、そのパキッと入った影で、顔の形とかが歪に見えると、もう、それで、クオリティが下がるというか そんな感じになっちゃうんでね。
はい。だからそういう意味ではやっぱり僕としてはヒクーンの方が好きかな。なんかこういろいろやりがいがあるじゃないですか。で、ジシェードは、いつものプレセオルザミルククリームのプリセットを使って、この横を縦にすればバーチカルフィギュア&コンポジションってやつと、この NGS のコピーライト、宇宙スーベさんが配布してくれてるやつを使ってます。で、あとは、背景ぼかしは、に、シネマティック DOF を使ってます。この辺の設定は、前回、トゥーンでやった時とほぼ同じです。ライトルームを使ってるんでね、これ使わなくてもよかったなと思っちゃったんですけど、まあ一応そのまま使ってます。派手なんでね、また後の編集ソフトで若干サイド落としてます。で、まあレベルだけちょっと調整したかな。ちょっとこの淡いのがきつすぎたんで、この淡いのをちょっと締めるために黒い方をね、少し上げてます。はい、そんな感じです。で、これで、取りっぱなしがこれですね。前回ここのパーツのディテールが飛んじゃってたんで、ちょっと暗めで取りました。で、トーンカーブで、明るくして、まあ、ちょっと飛び気味ですけど、まあ一応パーツのディテールはうっすら見えるぐらいの感じにしておいて、で、カラーバランスで少し色味が赤いのを、ニュートラルな方向に持っていって、で、この辺のね、サイドは結構高いんで、少しだけサイド落としてやって、まあ、自然な感じにしたっていう形です。はい。なんでね、これで、トゥーンと見比べてみると、だいぶ、全然違うよね。このキャラ違うぐらいな感じだよね。だから、もう、こういうトゥーンのキャラと、ヒトゥーンのキャラで一緒にこうスクショ撮るみたいな感じになると、めちゃくちゃ違和感が出るんですよね。で、どっちかっていうと、まあ場所にもよるのかな。まああとは、キャラクリの出来栄えとかにもよるのかもしれないですけど、やっぱりね、トゥーンの方がいろいろ整理されてて、こう変な影とかがなければ、パッと見の良さはトゥーンの方がいいみたいな感じになるんですよね、なんとなく。まあ僕の、僕が見てる限りでは。まあね、あとはもう、人様のね、キャラと隣同士になったりするんで、そっちの方がよく見えたりするっていうのもあるかもしれないですけど、なんとなく、トゥーンの方がいいような感じに見えなくもないけど、やっぱりこのヒトゥーンも捨てがたいな、みたいな、そんな感じですかね。はい。あなたはどっちがいいですかね。っていうのを、今回のね、まあ、メンテはないけど、水曜日の、なんだっけ、スクショにしてあるんで、X の方にね、両方多分投稿してあると思うんで、よかったら見てやってください。概要欄にリンク貼ってあります。で、あとはね、よかったらフォローもお願いします。で、この動画の、にも、グッドボタン、あとチャンネル登録もよかったら、また、淡々とこういうメイキングやっていきますんで、はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ今日はこんな感じでありがとうございました。